さあ2022年の日比谷高校の第4問のですね問題解説していきましょうまあさすが日比谷っていう感じの難しい問題ですかねでうん見慣れない設定もあるしなんだけれどもちゃんと考えていけば答えが出るしってことで、まあ、やはり、まあ、さすがというか、えー、いいバランスの問題なのかなと思います、えー、見ていきましょういっ、えー、ですね全体の問題からお伝えをしておきましょうえっ、ー、と ACAE が8ンチで b c 8ンチ BCD がひし形になってるとなのでここ 8cm でえ長さが等しいですよってな,なってるんだけどひし形だからまあ当然この辺も全もね同じになるわけですね。 えー、AB=AD イコール、AD、の四角錐ですから、まあ、AB こっち側と AD こっち側も同じになっているよと。で各 AOB これが90度になっているので、まあ、対称性から考えていけば AO がねこの四角錐の高さになっているわけですね、えー、BCDE このねひし形の底面積を S というふうに置くと、まあ、ここはね結構変わった設定かなと思います。で問いの1番が E からこの AC に対して引いた水線こ E からねこう水線 EH っていうのを引くわけですね。 いうのが最初の問題でございます、まあ、ちょっと書いておきましょうかここから5水線を下ろした時のこの水線の長さ h を求めなさいっていうのが最初の問題ですねで問いの2番の問題 a b 上に点 p っていうのを打つわけですで過去の一番と過去の2番で設定が違っていて過去の一番 ap 対 pb が1対2となるように点 p を取るときにまあ p を頂点として b c d e これを頂点とするような体積 合ってる,合ってるえー、っと PBCDEPBCDE の、えー、っと体積はどうなるのかというのを求めてくださいという問題なわけですねうんなるほどねはい何か四角錐が出来上がるわけですからまあでもこれはそんな難しくなさそうに見えますねで最後が AP と PB の中点を取ってみるとまあ AP 対 PB が1対1になるように点 P を取ってでその時に三角形 CEP を考えるんだけど この P のの CEP 面面積積ををまた低面積の S を使って表しななさいといとう問題なわけですね、まあ、非常に面白いかなと思いますということで一応設定が終わりましたので順番に解いていきましょうでやっぱねこれはねあることに気づかないとうー問いの一番からちょっと積んでしまうかなとは思いますね見ていきましょうかはいえーと e からですね h っていうふうに垂線を下ろすんだけどもこの長さを求めてくださいと言ってるわけですね、まあ、なので三角形ちょっと取り出しておくと まあもちろん二等辺三角形 A があって E があって C があってっていうふうになっていてここが 8cm で 8cm の二等辺三角形になっていてこっからこう垂線を下ろすと、えー、この長さを求めてくださいねと言ってるわけですねさあどう考えていきましょうかね。 でまずね一つう考えていきたいのは水線の長さを求めるときっていうのは面積二通りっていうのを使うのが本当に定番でございます、えー、水線の長さは面積を二通りで表すと底辺のすり替えですね面積二通りと これはね本当によく出てくる定番の考え方です一応サンプルを書いておくと例えばこういう問題よくあるけど345っていう直角三角形があったとしてこいつのねこの点から引いた垂線の長さ H を求めなさいと言われたとき、まあ、もちろん掃除や三平方を使ってもできるんだけどこうやった方が早いですよねこの面積って 3×4×1 分の2で出るじゃないだよねここが直角だからね で別の見方をすれば 5×h×1Ⅱ でも出るわけだよね面積を2通りで表せばこの高さに関する方程式が出てくるわけですよね。ということで h 5 1っていうふうに簡単に出すことができるわけです。というふうなテクニックを使って考えたいのでこの面積を求めてあげさえすれば。 ここね仮に H なんていうふうに置いておけば 8×H×2 分の1でその面積を表せるわけですよね。じゃあこの面積がどうなってるのかっていうところだったわけですよ。どうなってますかどうなってますかどうなってますかこれにね気づいてほしかったですね。これ低面積の半分ですね。なんでやねんだってこれ三角形 AEC って。 この長さこの長さ 8cm8cm で EC がある三角形ですよね三角形 BCE ってどうなってますやっぱり 8cm8cm でこの長さ同じですよねつまり三角形 AEC と 三角形 BEC これが合同になってたわけですよ3辺相当ですよね3辺の長さがそれぞれ等しいからね。ということは何が言えるのか今底面積っていうのが S だってなってるわけだから三角形 BC e の面積って S の面積の半分で2分の S でしょ。だよね。ということで結局のところこの 8×H×2 分の1っていうのが。 2分の S と三角形の面積になってたやったことだったわけですね。なのでトントンで約分すれば h イコール8分の S というふうに求めることができたわけですね。で、この問題はおそらくだけれどもおそらくでまあ今後の 次の問題でで使っていいかないんですよだから多分これはあのー、この三角形の合同に気づけよっていうヒントとして俺は作ったんじゃないのかなと思うんだよね分かんないけどね、まあ、なのでここに気づいてしまえばあっさりいくけどそうじゃないともうなんかいろんな式を立てて x を置いて y を置いて h を置いてみたいな感じでものすごく複雑な式になっていったんじゃないのかなと推測しますはい、まあ、そういった意味ではね一番最初からちょっと難しめの問題だったのかなと思いますでここの部分に気づいてしまうとですねこんなことが分かっていくわけですね あなんだと結局のところこれが言えたってことはこの AO の長さと BO の長さと DO の長さ全部同じなんだなとえつまりここを高さというふうに考えていたらそれはこの長さとも一緒でこの長さとも一緒なんだよね結局 AO の長さってこの長さでしょ で、これってまさにさこの三角形 bc と合同なんだから、ここから下ろした垂線の同じになってるわけですよねえ。こういった様子に気づくこともできるので、まあ、この問いの1番がおそらくね。この問いの2番以降への布石になったんじゃないのかなと思います。はい、ということで問いの1番おしまいですので、問いの2番に参りましょう。これ、黒板このまま使っていきますね。ほいえ、問いの2番でございます。点 p を ap 対 pb が1対2となる場所に置きます。1。対。 2となる場所に点 P を置いて立体 PBCDE。 この体積を求めなさいと言っているわけですねこいつの体積を求めなさいと。まあ、なのでね、まあ、これ自体はそこまで難しくないのかなと思います。というのも BD が1 2ンチですか BD が1 2ンチ、えー、b から D までの長さが1 2ンチともうすでに与えられているわけですよね。と、えー、いうことはこの BO の長さ半分にすれば当然6センチだってことがわかると。ですよね。えーそうするとさ え6センチが分かれば当然 AO の長さも6センチだって分かるわけだよね。書いとこうか。えっ、ー、と、問いの2で。えー、カッコの1か。えー、BB イコール1 2ンチですから BO は6センチになると。で、えっ、ー、と、AO の長さと BO の長さはさっき確認しましたけど同じなので6センチになる。ということで、ここの長さは6センチでしょ。ってことは、この 点 P から平面,平面 BCDE に下ろした垂線の長さってこれ3分の2倍すればいいから4ンチだって分かりますよね。大丈夫これ三角形 ABO を抜き出してるよ三角形 ABO を抜き出してると ABO で2対1ってなっていて。 キーから下ろした垂線の長さを求めたいんだけどここが6センチって分かったから2対3だから2対3になっているので3分の2倍で4センチってこと言ってるわけねということで底面積これも出すことができてえっ、ー、と高さも分かっているわけだから体積出せますよねえこの OC の長さっていうのがさあのー、三平方の定理三角形 BCO で三平方の定理使えば B C O で三平方の定理使えば6 4 ×十、まあ、6だから28だから2ルート七ですか二ルート七っていうふうに出てくるので C の長さは四ルート七じゃんだよね。はいということであとは体積求めていきましょう、えー、と C の長さ四ルート七かける十二かける二分の一対角線かける対角線かける二分の一 c かける b d ×二分の一、これがひし形 BCDE の面積ですねそれかけることの高ン4 c m ×三分の1これを計算してあげればいいわけですよね OK ですかはいということであとはこいつを計算していきましょう6で2でえー、628 三十二ルート七ですかはい。なるっけちゃんとえっ、ー、と二ルート七二ルート七合ってるよね四ルート七十二かける二分の一で面積高さ四かける三分の一合ってますよね。はい。えー、ということで三十二ルート7、えー、立方センチメートルっていうふうに出てきます。あそうですね。はい。 なのでまあこの問題だけだったならばねそんなに難しくなかったかなと思います最後の問題いってみましょう過去の2番です最後過去の2番ですね解説していきます三角形 CEP の面積まあ面積ですか難しいねよいしょ えー、よいしょよいしょここですか、えー、この三角形の面積を求めてくださいと言ってるわけですねまあ PC の長さと P の長さが同じだっていうのはね、えー、瞬時に分かると思います対称性からね明らかですので、まあ、二等辺三角形になってるんだなってことは分かると思いますでどうやって求めていけばいいのかって話なんだがまあやっぱり難しいねちなみにこれえー、っと括弧の1番で BD イコール1 2ンチっていうのがありましたけれども今回はねその1 2ンチありませんからねご注意くださいねでどういうふうにね 考えていけばいいのかっていうとまあ、やっぱりね底辺かける高さ、えー、この辺が基本になってくるのかなと思いますので底辺とか、えー、高さっていうのを求めに行きましょうで一つやっぱりね中点っていうところに気づいて欲しかったんだけど中点だからこれが言えるんだよね王も中点だからこれ結んであげたら中点連結整理でこれ平行になりますよねこの三角形で見ればね ここはちょっとね気づいててほしかったかなやっぱり中点っていうワードが出てきた時に他の中点と結んで平行線を作るっていうのは割かしオーソドックスな考え方だと思うんですよねでそうするとさこれ EC の長さとこの PO の長さ ×2 分の2で面積っていうのを表すことができるわけじゃないですかそれをちょっと念頭に置きながら考えていくといいんじゃねえのかなと思います。でそうすると例えばねこの AO の長さ今分かってないから仮に x なんていう風に置いてみると。 ここの OD の長さも x になるのでここルートに x っていうふうに置けるわけじゃないですよね。ということでこの PO の長さどうなるのか中点連結定理で半分になっているから2分のルートに x なんていうふうに表すことができるはずですよね。ここまで OK ですか。さあそうするとこのあとねどういうふうに考えていくのかっていうと、まあ、EC の長さをターゲットに持っていきたいわけです。で EC の長さってどうなってるのかって話だけど菱、まあ、形。 どんなひし形か知らんが、まあ、あえてひし形っぽく書いておくとさ BCDE になっていて今こいつの面積が S なわけですよね。でそうするとさ今ここを X っていうふうに置いたわけだから BD の長さって2 x になるじゃん。 だよね、ってことはさ EC の長さってどうなるのかっていうと EC×2×2 分の1をしたら S になるわけだから EC の長さってよいしょこれ、ね、22で約分して X で割ってあげれば EC の長さって X 分の S っていうふうになるはずですよね。ということでここの三角形見ていくとどうなるのかっていうとよいしょ。PE で EC の長さが2分の x, と分,か2分,の x 分の s と分かりなんと高さが2分のルートに x って分かったわけですよね。x っていうのは俺たちが勝手に作った文字ではあるんだけれどもこれ掛け算したら x 消えるじゃん。だよね三角形 PEC の面積はって考えていくとこいつはどうなるのかっていうと。 x 分の s かける2分のルートに x る2分の1っていう風にやればちょうどねこれ x と x で約分して消すことができますよね。ということで三角形 p c の PC だったっけ PEC だったっけまあ何でもいいやどっちでも一緒だからね。p c の面積どうなるかって言われたら消えてくれて s だけで表せましたね。4分の √2s という風に求めることができました。こんな感じでございます。 まなので与えられた情報をねしっかりと組み立てていって迷わず文字を置く。 まあ今回ねうまいことここを x っていう風うに置いたけれどもまあ,まあ別にこの辺を x とかっておいてもわりかしうまくいったのかなえ別にこの p を x っておいてもいいだろうね 2x になってえっとルート 2x になってっていう風うになっていくのでやっぱり同じように考えることができたかなと思いますまあこれをしないとねなかなか面倒くさい問題だったのかなと思いますね s だけに縛られると結構ね計算が煩雑になるかなと思いますまあなのでねこうやって文字を置いて自分で公式を整理してあげることである程度考えやすくなったのかな。 と思います。非常に見慣れない問題ですけれども受験生の実力を問ういい問題だったかなと思います。頑張って復習してみてください。